新型コロナウイルス今日の情報です北海道では1824人の感染が確認されています札幌市内が925人ですね木曜日は比較的数が多く出る傾向にありますクラスターですがこの時間までに新たなクラスターは2件函館の保育所と小樽市の介護事業所です 傾向を見ていきます。カレンダーですがその木曜日、これまでは2000人を超える感染者だったんですが今日は下回って1824人減少傾向自体は続いています。 ただその減り方少し鈍化していますね。グラフの形で見ますとなかなか急激にというわけにはいきません。ただしまん延防止等重点措置は今月21日をもって解除ということになります。その原因といいますか、要因としては病床使用率、こちらが順調に減っているということですね。全道では24.8%となっています。